僕たちも大変でしたが、あちらのそちらの方が大変だと思います。僕たちも頑張るので、あなたたちも頑張ってください。お見事。まあその岩手県ね、宮城ね、まあ福島もだが、まあここ4日もだいぶ被害が多いのでね、やっぱりそれとやっぱり何ですか、今原爆が一番ね、やっぱりね、何したってね、まあみんな元気でね、早くその復旧する機会がねあれば、本当にそれが祈りです。いや、あの宮城とか岩手の方から見ればまだこの辺は良かったと思ってるよ。あっちの人に頑張ってもらえて、そうですね、ここがいいから大丈夫だ。なんとかね、宮城って頑張って。命が残ったからそれだけで。本当ですよね。あの頑張りましょう。すいません、ありがとうございました。お忙しいところ。私たちも頑張りますけど、どうぞも頑張ってくださいね。やめどうぞ。自分たちも、まあ、結構大変だったんですけど、東北の方も頑張ってください。大変なあの被害にあったと思うんですけども、とりあえず頑張ってください。ありがとうございます。それしか言いません。頑張ってください。ありがとうございます。私たちも頑張りますので、頑張ってください。お互いに頑張りましょう。ありがとうございます。どうも、みんな、うちもねこういう具合でもう壊滅状態なんですけど、あちらの宮城の方も大変かと思います。まあ私らも頑張ってますんで、宮城の人たちも、一緒に、心を一つにして、頑張っていきましょう。お願いします。はい、みんな頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。本当頑張ってください。どうもどうも、また来ます。まあ東北地方の被災者の皆さん、まあ私らは、まあ、東北地方から見れば何分の1かと思いますよ。でもやはり、私らも記憶にないやっぱり災害になってんで、まあ力を合わせて頑張っているところでありますので、皆さんも気を落とさず、まあ、前向きに頑張っていただきたいなと思います。同じ津波災害によって大変ですけども、まあ、家がそっくり流れてしまったところは本当に思い出の場所がなくなって非常に悲しいのかなと思ってます。私どもはおかげさまで床上浸水なんで、少しずつ片付けをして、お互いに頑張っていきたいな、これからですね、同じ場所で生活できるように頑張っていきたいなと思ってます。はい、頑張ってください。すいません、よろしくお願いします。まあ、こっちはあんまりこんな大したことなかったけど、宮城とかあっちのそっちの人はもともと大変なのをテレビで見ましたんで、まあ、頑張ってください。はい、僕たちも頑張っているけど、東北の皆さんも頑張ってください。頑張れー。